はい、どうも、アットです。今日はですね、日曜日に行われますオールカマーの最終見解と神戸新聞杯の予想をしていきます。一晩考えた結果、こんな感じの印になりました。なんとなんと本命は、ステラベローチにいたしました。お前何にもステラベローチをしてなかったじゃんっていうかもしれないんですけど、ちょっとね、重大な事実を見逃してましたんでお話ししていきます。で、対抗がラードルフ、3番手ロバートソンキー、リカンカブール、まあ、アウスバールという、まあ、ちょっとね、穴目をかなり狙ってみました。と、その前にまずこちらをご覧ください。まず今週のブログですね、日曜日ももちろんオールカマーと神戸新聞杯の予想をブログでやっていきます。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけど、地方のサマーチャンピオンですね、ワイド本戦的中して、セントルステークスもですね、本命モズメイメイ7番人気3着で的中して、まあ、平日のオーバルスプリントですね、本命のスマイル1着、単勝5000円突っ込んで、かなりの配当を得ましたと。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけど、概要欄からぜひお願いします。先ほど出したですね、ブログの予想は全部こちらの概要欄の予想に載せております。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますんで、ご登録をお願いいたします。なんと無料になっておりますんでお願いします。はい、では詳しく解説していきます。はい、ステラベローチですね、まあ、前回までの動画ではですね、全然触れてなかったんですけども、まあ、その重大な事実というのはババですね。日曜日どうやら中山雨降るみたいなんですよね。なので道悪になりそうだと。で、実はこのステラベローチェってめちゃめちゃ道悪校舎なんですよね。これがステラベローチェの全成績なんですけど、それこそね、3歳児の神戸新聞杯、あの超不良のドロンゴババをね、差し切って勝ったりしてますし、この2歳児のサウジアラビアロイヤルカップも不良ババで勝ってますし、道悪めっぽう強いんですよね、まあ、安田記念は単純に相手が強かったというのと距離が合わなかったと。で、しかも鞍上が、中山重賞のに横山範弘騎手です。しかも内枠に入りましたと。これは僕が常々言ってる中山の重賞は横山範弘を変えという格言にまさにね、当てはまってるんじゃないかということなんですよね。で、もしこれでね、僕横山範弘さんをね、買わずに外したらめちゃめちゃ悔いが残ると思ったんですよね、普段からあれだけ言ってるのに。ってことで、もう本命にいたしました。ババが悪くなるんだったら話は別ですねって感じです。で、対抗のラーグルフ、正直ね、ババが悪くなかったらこの馬を本命にしようとも考えました。ただこの馬ね、道悪、ここ3戦ね、ずっと道悪なんですけども、凡走してるとやっぱりね、両馬場の方がいいと思ったんですけども、日曜日ね、ちょっと雨降っちゃうんでねって感じですが、あの前売り予想だとしても 55.7 倍はマジで意味がわからないです。こんなにオッズ落ちる馬じゃありません。期待値妙味という面では1番ラーグルフが美味しいです。で、3番手、ロバートソンキーですね。まあ、あと正直ね、どっから買ってもいいんで、まあ、それこそね、2個前の動画で述べた、まあ、鞍上がね、ここに騎手人生をかけてるということで、まあ、十分にね、勝負になる馬に乗ってきてるということで、まあ、ロバートソンキーですね。まあ、前走はですね、あからさまな叩き台なんで、これは何も気にしなくていいです。まあ、思ったよりはね、ちょっと人気してるかもしれないんですけども、全然狙い目ですと。で、4番手がリカンカブールですね。まあ、単純に中山金牌勝ってて、中山2戦2勝なんですよね。中山実績あると。で、まあ、ある程度ね、前につけれますし、今回そこまで前つける馬がいないんで、まあ、展開的にも恵まれるんじゃないかということで、リカンカブール。で、同じくその前に行ける。多分この馬が逃げるんですよね、アウスバール。逃げたら面白いかなってのと、鞍上がね、田辺騎手に、強化されたのも面白いよということですね。で、レーベンスティールですね。まあ、ルメール騎手が中山重賞3連勝なるかってお話なんですけども、ちょっとね、ババ渋るってなったら話別ですよ。やっぱりレーベンスティールって切れ味ある馬で、絶対にパンパンの両ババの方が僕はいいと思ってるんですよね。だから、ババ渋った時にちょっとどうなのかなってのが疑問ですね。ルメールもね、もちろん人間なんで、ずっとは勝てないと思います。いつかはどこかで負けると思います。ってのが、まあ僕は今回ここじゃないかということですね。まあそれでも勝たれたら諦めますね。まあ道あるでちょっとね、レーベンスティールを本命にすることはできないよってお話で。まあ、あとはね、いろいろ買いたい馬いるんですけども、まあキラーアビリティとかね、ヤマニンサンバだって買いたいですし、まあサボーナなんかね、今すごく人気になってますけども、ちょっとこの人気じゃ買いづらいよねってお話です。はい、ということですね。これで以上になります。で、今週はこちらのレースもございます。はい、神戸新聞杯ですね。まあ、本当はね、こっちをメインにやればいいんでしょうけど、メンバーレベルが分からなさすぎるんですよ、今年。条件戦上がりばかりなんですよ。だから、予想のあまりしようがないんですよね。サツキとダービー、どっちも一桁着順になった馬すらいないんですよ、今回。
で、神戸新聞杯ってね、菊花賞の一番王道のトライアルなのにね、全然実績馬がいないんですよ。ってことで、めちゃめちゃ難しいんですが、まあ、今回はね、まあ、あえて絞っていこうと思います。メリーオーレンですね。この馬がね、一番人気になるのは分かってました。で、正直言って、今回条件戦組でも全然足れると思って、さっきも言ったように、サツキダービーで一桁着順になった馬は一頭もいないんですよ。だから実質、本当に上がり馬対決なんですよね。じゃあなんでこの馬にを本命にしたかっていうと、今回中京の2200メートルなんですよね。川田騎手がダントツに成績いいんですよ。この中京2200。めちゃめちゃ強いんですよ。と、あと、友道調教師が中京2200めちゃめちゃ強いんですよ。だから、この得意な者同士が混ざり合ったメリオーレム、これはね、かなり妙味あると思います。まあ一番人気になるって言ってもね、多分4倍前後ぐらいなんで、全然単勝1点でもいいと思いますよ。で、まあ中京もね、道悪になるみたいですし、新馬戦でね、重馬場を勝ってるんで、まあ単勝1点勝負とかもありっちゃありだと思いますよ。まあ他のね、穴馬からも買おうと思ったんですけども、本当に、まあこれザーって見てみると、その条件戦上がりの馬とかね、例えばこの8枠もそうですし、サツキダービーでね、本当に2桁取った馬ばかりなんですよ。だから、メリオールムが一番人気になるのすごいわかるんですよ。前走も勝ち方強かったですし、もう素直に単勝1点でも僕いいかなと思ってますね。この相性の良さを信じて、メリオーレムですね。で、あと、まあ、あえて言うなら、バッデレイトですね。で、この前走のこの阿賀野川特別っていうのが、まあ、意外と出世レースで、まあ、そこからね、飛躍した馬って結構過去に多いんですよね。まあ、そこで2着なんですけど、一応タイム差なしで走れてて、で、この京都の2000メートル、重馬場も勝ってますし、まあ、馬場が悪くなってもいいと。で、岩田未来騎手で乗った時はまだ2戦2勝なんで、はい、この馬結構狙い目だと思います。だから雨がね、あとは降りすぎて馬場が内がね悪くなりすぎないぐらいだったら、まあバッデレイトがいいかなと思いますね。で、まあ一応ね、京都新聞杯勝ちの準テイクとかもいますけどもね、そこまで信頼できるのかってお話なんで、ちょっと難しいよねってお話です。で、まあ神戸新聞杯の方はメリオーレム本命で、バッデレイトが気になる穴馬ということになります。はい、これですね、両レースは以上になります。で、ここからですね、ちょっと雑談したいんですけども、まあ、来週以降ね、また地方重賞が、平日に3つほどあって、その次の週も3つほどあります。で、私事なんですけどね、まあ、ちょっと再来週頃から、ちょっとお引っ越しするんでね、ちょっといろいろ準備とかあるんで、まあ、来週はまだ大丈夫なんですけども、ちょっとね、再来週以降が、ちょっとね、いろいろ忙しいんで、動画上げれなくなるかもしれないんで、ご了承ください。まあ、ただね、新規って、まあ、ここからね、本当僕の気持ちなんですけども、まあ、新規一点引っ越してですね、新しい新居からまた、こうやって動画をお届けすることができると思うんで、お願いいたします。まあ、もしね、僕も正直言うと今愛知に住んでるんですけども、そこからね、ちょっと関東の方に行く予定なんで、よかったらですね、多分もしかしたら視聴者の方とのね、多分交流ももしかしたら増えるかもしれないんで、ぜひ、これからもコメントしていってください。はい、これで以上になります。まあ、あとですね、最初に言ったように、先ほど出したブログの予想は全部こちらに書いておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますので、お願いします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。